Nakazato とのバトルから数日後、いつものように Akina さんで走り込んでいた池谷だったが、突如現れたシビック EG6 にスピンさせられてしまう。危険な EG6 の行動に怒る池谷はバトルを仕掛けるが、しかしあっけなくちぎられてしまう。あまりのツッコミの勢いに驚愕する池谷。次の日の夜、匠にドリフトを教わっていると、またしても EG6 が現れ、匠の前にドライバーが降り立つ。ナイトキッズの庄司慎吾、自他ともに認めるダウンヒルのスペシャリスト。危険なツッコミやラフなバトルを得意とし、下りならあの中里よりも速いと噂される走り屋である。お前らが俺たちのルールでバトルしてダウンヒルで勝てたら、地べたに両手をついて謝ってやってもいいけどな。果たしてデンジャラス慎吾の持ち出したルールとは。ただ車を走らせるだけじゃつまんねえからな。右手とステアリングホイールをガムテープで縛るんだ。簡単なルールだろ。その状態でバトルだけさ。俺はガムテープデスマッチって呼んでるけどな。やめろ匠、冗談じゃねえぞ。ヤバすぎる。どういうことか分かってんのか。ステアリングはほとんど切れなくなるんだぞ。だけど条件は同じじゃないですか。俺はやめないっすよ、池谷先輩。なんか死んねえけど、死んでもあいつにだけは負けたくないっすよ。庄司慎吾だろ。こんなバカ、俺らが普通に考える速いとか遅いとかのレベルと根本的に何かが違う。なぜこれほどすごいテクニックを持ってんだ。こんなバカ、俺らが普通に組み速いとか遅いとかのレベルとは根本的に何かが違う。なぜこれほどすごいテクニックを持ってんだ。
笑い物にされて再起不能だ。引き分けに落ち込んでも俺のメンツは保ってみせるぜ。このバトルの結末はダブルクラッシュといこうぜ。あんなやつ、うわー。やっちまったみたいだな。乗れよ、助手席。病院まで行ってやるから。救急車呼ぶよりずっと早いぜ。すまん、恩に着るぜ。